ためにこうやるともうマジでとんでもないことになります。いや、やり慣れしたらこうなりませんけど、もうインサイドから持ってこようとするとこうなるんです、うん、お前やりすぎやろって言われるかも分かりませんけど、ほんまにこうなんです。どっちがいいですかって話です。ほんまにこうやって自分がこうやってマジでインサイドから自分でこうやって持ってくるインサイドがいいのか、ほんまに力抜いて自然にふっとインサイドがいいのかと。おかしなるわからな。見てるのもなんかさ、自分がもともとさこっちに入りすぎてて苦労した人間。でも、うん、でもインサイドに入れたらマジでやばいで。ほんじゃ最初にアウトサイドに入ってもうて、アウトサイドの人っていうのは全然何力さえ入れへんかったら、入れんかったら勝手にインサイドなんねん。それをみんなアウトサイドイン嫌やから言うて、なんとかインサイドから持ってこようとしておかしになってるだけ。そう、なんかでもほんまにアウトサイドのにテイクバックするのがいいなって思うのは、この動きがほんまになくなんねん。それもうほんま終わりですよ。バイバイやねんこれ、うん、ナイス。なんかで その動きじゃないと、だから実際には見てる人これね、うん、いやお前アウトからちゃうって。でも力抜いたらどんだけアウトに上げてもいける気がする。そうそうそう、ちょっともうちょっと誇張するわじゃん、うん、そう、さっきやってますよね。あれで伊月選手だいぶよくなる。耳の前ぐらい、はい、そうそうそう、どう、そう、いいです。変わった、なんか。いやもう変わってます、変わってます。脱力、そうそう、どう、うん、いや普通ですよ。何もアウトからそんな来てないですよ。普通ですよ。それだと、うん、ほんまにボールコントロールしやすくなります。低い球打ってみて。ロードローですか。インサイドからロードロー打たれへんからね。打たれへん、うん、なんかこれをアウトにしたから急に。そう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 、そうそうそう、そう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 、低い低い、ちょっと久しぶりにちょっと私も低い球打たせてください。もうこれ市販越えしてるんだ。私市販越えしてる。強烈な行きますよ。行って、どうですか。低い。でも
見たからもっと打てる気する。ほんま。もっと質よく低い球打つから。はいはい。タイガーウッズバリのやつ。それ何番でしたっけ？9。ナイス。あ、そう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 。そう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 そう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 、あとはもうそれを利用して。そう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 。オッケー。力さえ抜ければ、ほんまにアウトサイドイン、カット軌道、スライス、もういろんな体の嫌な動き、全部なくなるんですよ。うん、なので、まず力を抜くいうこと。力を抜いたら収まるべきところの軌道にね、入ってきます。ですからアウトサイドインや、もうこんなインサイド煽り打ちや、もう手浮き、右足蹴りになってるとかいう人もなくなります。ね、でこれも力抜けたから今みたいな応用ができましたけれども。ということで、はい、今回はどうやったらカット、アウトサイドインの悪い軌道がなくなるかということを私がちょっと率先してやってみました、はい、じゃあ編集よろしくお願いします、はいはい、それでは。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたのでチャンネル登録の方よろしくお願いします。お